ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただくお車が BMW ミニパディホップカークエディション2021年式2800キロこちらの車両をご紹介させていただきます。月村さん、最初からすごいこと言っていいですか？はい、あのパディホップカークがいまいちピンとこなかったっていうか刺さらなかったです。はい、私も全然世代としては僕が生まれる前の人、前に活躍されてた方ですからね。はい、ちょっと僕いろいろ調べたんで、ちょっと人の名前っていうこともピンとこない人多いんじゃないですかね。そうなんですよね。はい、で特にあの僕 BMW ミニのそのメカニックというか専門店のメカニックをやらせてもらってたんですけど、はい、あのオールドミニ、まあ、クラシックミニなんて言われ方もしますけどはほとんど触らなかったんですよ。だからなおさらこうちょっとピンとこなくて、はい、でも結構実はあの、まあ、ローバーの時代のミニなんかだとオプカークコレクションとか言っていろんなパーツが彼の名前を模したパーツがいろいろ出てるんですよね。で振り返るとこの F 型の前の R 型から結構この37番の、うん、はい、アクセサリーステッカーなんかあったりとかして、うん、まあ、結構こうつながりがある感じなんですよね。ただあまり当然僕が世代的に紹介するのに最初からなんてこと言ってくれてんだ、いろいろ読むとね、あのモンテカルロラリーでこうそうですね、ポルシェを破、はい、彼らを破って優勝したなんて、はい、伝説のラリードライバーですね。伝説のラリードライバーではあるんで、ね、はい、なんでちょっとその辺あの改めて振り返らせていただくと、1933年に北アイルランド生まれの、はいはい、方で一応1953年からレース活動をスタートして、まあ、有名なラリーモンテカルロ、だからローバーミニのこの仕様のやつが、うん、まあ、逆っすね、うん、のやつがすごく有名ですよね。はい、それを今回オマージュしたというか、そうですね、限定車になると。でこちらが一応今回ご紹介させていただくのが3ドアなんですけれども、3ドアが120台、うん、5ドアが80台、合計200台の限定車になると、はい、でところどころいろんなその限定なパーツが装着されてたんですよね。そうですね、はい、ちょっとややこしいんですけど、はい、そんな車を今回外装からご紹介させていただきたいと思います。でまずは、車的には2021年式、ただ LCI2 ではないんですよね。そうですね、はい、これもややこしいんですけど、うん、マイナーチェンジが2回してるんですよね。うん、その1回目のマイナーチェンジ、いわゆる中期に該当するんですかね。そうですね、ただ、まあ、メーターなんかは新しいので、どういう区切りなんですかね。ちょっとこれ見てくださってる方、もっと詳しい方も多分いらっしゃると思うんですけど、あの欧州車って特にそのマイナーチェンジとその外装だったり内装だったりエンジンが必ずしも完全一致しないんですよね。うんうん、そうですね、はい、マイナーチェンジ前にもう新型のエンジンが積まれてたりとか、うん、新型のそのパーツが付いてたりっていう車もあるんで、ミニもずっとそうですよね。そうなんですよ、だからなかなかその年式で区切ってもちょっとぴったりの車にならない。側前期だけどエンジン後期っていうのがこう途中あって、で後期顔になってみたいな、ね、でこの車もちょうどそのややこしいのに当てはまってて、まあ、メーターはその LCI2 の、うん、はい、デジタルのメーターになってたりとか、ちょっとこの後ご紹介させていただきたいと思います。なので外装は基本的には、まあ中期の、まあ、ちょうど真ん中に位置する外装なのかな、はい、で現行でバンパーの衣装なんかも大きく変わりましたけど、ちょっと正直イメージもだいぶ変わったじゃないですか。うんうんうん、じゃこれは結構好み分かれるところじゃないかなと僕正直思いました。ね、だらしいっていうか、ちょっとクラシックミニの丸っこい感じをちょっと踏襲してるのはこの中期までかなと、うんうん、で特にバンパーの形状なんかはもうだいぶ違いますよね。現行もうカクカクっとしちゃってる感じなんで、はいはい、あれはどうなんですかね、またまあ見慣れちゃうんですかね。そうですね、ちょっと見慣れるまで少し時間がかかるかなっていう、うん、僕はちょっとまだ見慣れてないんで、僕もまだ見慣れてないです、はいはい、で今回の車はさらにそれにプラスアルファしてこの AC シュニッツァー、まあ、BMW のチューナーですけれども、割とこうミニの初期の頃からいろんなこうパーツリリースして、そうですね、はい、私のミニのチューナーでもあるんですよね。私の愛車にもシュニッツァーの、そうですね、フロントスポイラーが月村さんのクラブマンにもしっかりついてます、はい、ついてます、はい、こんなのがついてる。でこれがまたシンプルで良くないですか、うん、こうかぶせのタイプとかも昔ありましたけど、今のこのシュニッツァーのリップって本当この板のタイプ、はい、なんで本当に純正バンパーのこのイメージを変えずに、うん、まあ、ちょっとこう出面を調整して、クリアランスもねちゃんとそれで確保できるのでいいですよね。であと僕すごく思うのはこの中期までの F 型のミニってここが一番出てるじゃないですか、うんうん、でちょっと魚っぽいというか、うんうん、ちょっとこう、はい、お世辞にもちょっとスポーティーに見えない、はい、
それがここ下1枚つないで、うん、なおかつこの一番出てる部分がここじゃなくてここにしてあげるだけで、うんうんうん、全然イメージ違いますね。全然変わりますね、はい、なんでもうすごくこう僕的にはかなりハマってる外装になっております、うん、そして今回のお車は、その限定車なんでいろんなところが黒くなってるんですよね、うん、この枠だったりだとか、はい、あと本来クーパー屋さんがここメッキですよね、うん、そうですね、はい、ここも最初から黒かったりとか、あとエンブレムも今やメーカーが黒いの出してくる時代ですからね、うん、信じられないですよね。ボンドボディも楽になるっていう、ね、いやいやいやなんてことをしてくれてんだっていう。で本来だったらメーカーが自分のところのそのエンブレム、いわば看板を手を加えるってなかったじゃないですか、うん、そうですね、はい、それがこの LCI-1 からですよね、うん、この黒いエンブレムが出てきて、はい、これもだからマットとクロスで分けてちゃんと黒一色ですけどミネのロゴが分かるように、で後期からこのデザインも変わったんですよね。そうですね、はい、ちょっとモダンな感じの、うん、はい、このマークになっております。であとはここも通常同色のところを黒くなってると、でそのつながりでいくとこのヘッドライトの周りも黒くなってると、はい、でこれインナーも黒なんでいいですね、うん、で結構ミニで黒じゃないインナーのヘッドライトもあるじゃないですか、でもうボディカラーにもよりますけど、ここは黒くするとちょっとこうぶん殴られた後みたいなどういうこと？いや ボクシングのちょっと試合の後みたいな、はい、うん、はい、なっちゃったりもしますけど、これ結構インナーも黒なんで割とこう浮いて見えないというか、そうですね、できれば、はい、この中のこのリングの部分も分かりますよ、こうスモークかけといて、はい、分かりますっていう感じですよね、はい、先代の R 系みたいな感じですね。そう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 、はい、そうです、はい、そうなんですよね。 F 型になってこの中のメッキとこの白い部分の比率が増えちゃうしかね、うん、コントラストがちょっとつきすぎちゃうので、ここちょっと落としたかった、ね、インナーブラック感がちょっと弱くなりましたね、はいはい、であとはこちらの車はちょっとこうつるんとしたボンネットになってますけれども、うん、本来はストライプが限定車の、そうですね、はい、入ってる。でそれ片方だけなんですよね、うん、こちらかな、はい、はい、助手席側だけにそれを潔く剥がしてしまった、はい、これは評価は多分僕分かれるところだと思うんですよ、うん、いやじゃ限定車じゃなくてよくない分かります、はい、おっしゃりたい気持ちは分かります分かるんですけど、これはちょっとあえて剥がすっていうのは僕全然悪くないな、うん、もちろんその石灰いいんですけど日焼けしちゃうじゃないですか、うん、で結構その、まあ、保管状況にとかもよると思うんですけど、何年かすると結局ステッカーこうひび割れてきちゃったりとか、うん、あとはこう日焼けボディしちゃうんで貼った跡が残っちゃうんですよね。特にボディ赤なんでこの車はなおさらその差が出ちゃう、そうなんですね、で剥がした時にこう貼ってあったとこと貼ってないところの差が出ちゃうんですよね、うん、でそれが磨いても取れないんですよね、うん、だからまあちょっとその長期的に乗るんであれば、まあ、潔く剥がしちゃって、うん、でもしその限定車たるところを取っときたいんであれば、これ車タ版で注文すると部品が出る。そうですね、はい、なんでまあ保管しといてもらって、うん、まあスペアを用意しておいてもらった方がいいんじゃないかなと、うん、だか結構本当に青空駐車で紫外線なんかもバンバン当たるところだともうわずか数年で結構早く劣化しますよね。だ本当にいいコンディションでキープしたい方はもう屋内保管とかもしくは定期的に張り替えるぐらいの気合がないと、うん、はい、だ僕正直僕ごときが言うのもなんなんですけど、ミニのこのストライプあんまりこう積極的にメーカーが押すのはどうなのかなってちょっと思っちゃうんですよね、うん、塗装にやっぱり良くない。まあただそのローバー時代からのこうアイデンティティな部分もありますからね、はい、分かります。ちょっとこの辺は好み分かれると思うんですけど、まあ、ご希望でしたら、はい、ちょっとお調べして、うん、まあ、パーツちょっと手配なんていうのもおそらくできると思いますのでご相談いただけるといいんじゃないかなと。であとは足元いきます、はい、はい、足元も、一応通常オプションのホイールですけども、こちらが標準で装着されていると17インチのこの黒いタイプですね、はい、はい、これが、コスモススポーク17インチ。これもやっぱりこうローバー時代からのバナナスポークをこう、まあ、踏襲しているデザインというか、マッチライトなんかも、はいはい、バナナスポークで、あー、そこをベースにこう結構こう現代版にこうリバイバルされて真っ平らにもなってるし、インチも大きいんでちょっと分かりづらいですけど、確かにそう言われるとこのままちっちゃくして立体感出したら、うんうん、ローバーミニとかクラミニ定番のバナナスポークのそうですね、はい、の真っ黒の、ね、はい、
ホイールが装着されていると。ただ、出面は今回かなり調整されてますね。スペースは多分12ミリぐらいじゃないかなと思うんですけど、はい、出面もしっかり、ミニ結構控えめなんですよね、純正が、うん、だから結構バチッと出してあげるだけで車の全体的なイメージが変わってくると。でこれスペーサーでボルトも変えてますね、はいはい、純正ボルトこの真ん中へっこんでるんですけど、このロングボルトになってるんでちょっと見た目のいいボルトに交換されてると。あとタイヤがこれ純正のハンコックですよ。これ結構あの F 型からだと思うんですけど、ハンコック採用されたの、うん、結構ちょっとえっと思いませんでした、うん、そうですね、はい、あと同時に来たかと思いましたけど、うん、まあでも悪くない、全然悪くないですよね、うん、で結構そのやっぱりアジアンタイヤどうなのってこう F 型が出た時はまだ世の中的にちょっとそういう空気ってやっぱりあったじゃないですか、うん、だから結構こうハンコックえっていう人もいたし、うん、僕もちょっと思ったんですよ。ただ乗ると意外にこう、うん、悪くない、さすが純正でこう採用されてるだけあって、うん、はい、すごくしっかりした、はい、乗り合いが。あとは車高の方も今回結構下がってますね。そうですね、見たらなんかハイバッハのスプリングとコニーのショックで、 F 型からあの足回りものすごく改善されましたよね、うん、R 型ってもう正直あのそんなに懐が深くない、うん、もうリアに至ってはほぼストロークしない、うん、僕はあの先代の R56 乗ってましたけど、買って最初に高速乗ったんですよ、あの壊れてるかと思いました。そうですね、本当に、はい、あのガッチガチのそのリア、うん、フロントはまあ動くんですよ、うん、リアのこう突き上げがひどすぎて高速でもうダンダンってえっていう。でももちろんそのそうです、ね、メカニック時代触らせてもらったんですけど、さすがにそのお客様の車高速乗る機会もあんまりなかったですし、あとその結構皆さん改善されてる車が多かったんでそんなにこうなかったんですけど、初めて自分の車で乗った時はびっくりしました、ね、うん、でそれが F 型からもうだいぶ良くなってるんですけど、やっぱり車の味付け的にかなりこう固めっていうかそのキビキビした走りができるようになってるじゃないですか、うん、でこれがさらにこうコニーのショックで柔らかくしなやかになってるんで、うん、今ちょっとコニー車でこれちょっと運転してきたんですけど、本当にそんな感じですよね、うん、車高を下げてこう固めてとかっていう方向じゃないので乗りやすい、乗り心地がすごくマイルドな感じでしたね、はい、でもこの辺は好みだと思うんですけど、日本的な車の使い方、速度レンジってやっぱり日本全然低いじゃないです か、 だからそれだったらこっちのしなやかな方が使いやすいのかなっていう気がしますよ、うんうん、あとはもうミニの足回りといえばもうほぼ無限大じゃないですか、うん、そうですね、はい、いろんなメーカー出てるじゃないですか、はい、だからまあここから触っていただいてもいいんじゃないかなっていう感じはします。でまたこの適度なダウン量なんで、うん、取り回しはあんまりこう苦労しないですよね。そうですね、はい、下げすぎてないんでガッツガツに下げてないですし、まあリップも本当にちゃんとクリアランス取れるようなデザインのリップなんで、潰し全然余裕で入る感じなんで、うん、まあさすがにその車止めは前から無理ですけど、そうですね、はい、純正でも無理ですからね、うん、まあちょっとそこだけ気をつけていただければ、まあその坂道とか段差とかっていうのは使い勝手全然悪くないんじゃない、うん、で一応フロントはしっかり PDC もついてるんで、まあ、車がちっちゃいですけれどもその辺のサポートはできる限りしてくれると、うん、あと車全体的なイメージでいうと今回の車、もうド定番、もういわばそのもう看板的な、はい、もうイメージ通りのチリレッドとこのホワイトルーフに、はい、今回これあれなんですよね、各所黒いんでこの窓枠、うん、このトリムもしっかり黒くなって、これがあれですよね、 LCI マイチェンしてからオプションで追加された、そうですね、はいはい、それまではみんなこうちゃんとあのカッティング、はい、貼り込んでラッピングして黒くしてましたけどもうメーカーがそれをやってくる、はい、であとはこのミラーもこれが本来だとルーフとセットなんですよね、うん、だルーフ黒くすればミラーも黒くなる、白くすれば白くなるはずなんですけど、まあ、今回の車限定車なんでそこが当てはまらない、うん、ミラーがしっかりこう黒いタイプで、これマイチェンしてからミラーの形も変わったんですよね。そうですね、はい、今までのって本当に丸いつるんとしたこう卵みたいなやつだったんですけど、ただ実際こっちは変わってんの、いやベースも確か僕前動画撮った時にそんなこと言ってて調べたんですけど、品番も確か違ってたと思うんですよね、おそらく、まあ、互換性もしかしたらあるかもしれないですけど、ちょっとこのプレスラインの入ったちょっとシャープな、うん、ただ個人的なこのセンスで言うとルーフ白じゃないですか、まあ、ミラーも白でここは白にしときたい、他は黒でいいんですよ、ね、あ
ここまで黒くしちゃうともうルーフも黒くしたくなっちゃうので、あまあまあ人のそれ好みがありますからね僕的にはここ黒にしたんで、はい、ここで全然違和感ないなと思ったんですよ、うん、ただホワイトルーフ、はい、このセットだとここは白でいきたいですかね私は、はい、純正がそうですからね。そうですね。だワンクーパーだとボディ同色になったりするんですよね、うん、はい、まあ、ちょっとその辺も違いもあると思うんですけど、たださっきもちょっと話してたけど F 型になってチリレッドボディのホワイトルーフっていう車を本当に見なくなっていて、そうですね、昔ド定番だったんですけどね、うん、R50 出た時は本当にもうみんな赤に白ルーフみたいな感じでしたけど ね、 白ストライプみたいなそれがちょっと少なくなってきたかな、うん、まあ、あえての赤の白ルーフはもういいかもしれないですよね。確かに逆に新鮮ですよね、うん、はい、そしてこのもうドレスアップのもうド定番、はいはい、サイドスカットルもこの37番、これがその優勝した時の車のゼッケンですよね。ゼッケンですね、はい、であとちょっとそのつながりでいうとこのストライプ今回剥がしちゃってますけど、ここにもちょっと気になるロゴが本来だと入ってるんですよね。本当は本来は入ってましたね、はい、33EBJ、 これがそのラリーの優勝車両の登録ナンバー、登録ナンバー、はい、はい、これだから知ってると知らないだとこの車の評価ってもう全然もうそうですね、バラバラじゃないですか。な何37って話から入っちゃいますからね、ちょっとマニアック、うん、はい、だ受けるのは本当に僕より全然上の世代の方がこうキュンキュンする感じじゃないかな。私ギリボーダーより下ぐらいですかね。私よりちょい年上の人たちのこうやっぱりクラシックミニをめでた世代の人たちなんかはおおってなる、すごく刺さるんじゃないかな。で実はあのカップなんだっけ、ファディホップカーク、ホップ、はい、ホップカークさんにもこの車納車されてるっていうことで。あ、そうなんですか、うん、じゃあなおこう本当にその世代に刺さるし、はいはい、あとはもう全然その知らない世代も新しいものとしてこれってすごくこう今こう昔の車のリバイバルとか、まあ車に限らずいろんなものがこう現代版にこうリメイクされたりリバイバルされたりとか、もしくはそのまんま、まあ、新しいものとして受け入れられてるって結構あるじゃないですか。だからそういう目線でこれをちょっと見たり買ったりいじったりっていうのかなりいいんじゃないかなと思うんですよね。だこう脈々とそういう歴史をちゃんとこういうのでこう繋いでってるっていうのはまあこうちゃんと筋が通ってて、うん、確かにいいですよね、うん、であえて今回ちょっと僕さらにプラスアルファで言っちゃいますけど、すごくこれカスタマイズの、うん、そのなんていうんですかイメージとしてもすごくいいと思うんですよね。っていうのは限定車もいろいろあって、こうメーカーじゃないとできないよねってい う、 こう特殊な限定車と、うん、あとまあ割とお手軽って言ったら言葉悪いですけど、あのアクセサリーがたくさんついたタイプの限定車あるじゃないですか、うん、でどっちかというと今回それに近いじゃないですか、うん、そうですね、で F 型がそういうのがまあ多いんですよね、はい、だからちょっとこれを参考にいろいろするとかっていうのもすごくありなんじゃないかなって思います、うん、そして横行きましょうか。で横もちょっとあのご存知の方だとあるはずのものがなくなっちゃってますけど、うん、はい、これ本来はドアに37番のでっかいステッカーが施工されてるんですよね、はい、で今回潔く剥がしちゃってると。一見するとあの限定車をちょっと模してるのかなっていうこの色の組み合わせなのに、あの実は本物限定車ですみたいなそれ良くないですか。まあ37番にこだわらない人はいいんじゃないですかね。なのでこういうところをこうブラックアウトしていきたいとかいうのをこうイメージしている人なんかはもう花からもう全部これ細かくこういうのをやっていくと結構いきますからね。そうですね、そうですね、うん、だから本当にちょっとそのさじ加減を調整されているというのはすごくいいかなと。そして後ろも一応スペースが入って、あの車の特性上リアの方がちょっとあの引っ込んじゃうんですよね、うん、オフセット的に。ただ、まあ、デズラ的には、まあ、ちょうどいいぐらいにはなってるのかなと。あと特にローダウンするとリアのキャンバーがきつくつくんで、うん、まあ、その辺でもちょっと引っ込んで見えちゃいますけど、まあ、この辺はいい具合にデズラ調整できてるのかなと。あともう一個、トピックとしては F 型からリアのストロークが劇的に改善されてるんですよね、うん、R 型まではこのコイルの真ん中にこうショックが通ってるタイプだったんですけど、 F 型から別体になってストロークがものすごく改善されてるんで、うん、乗り心地もすごく良くなってる、良い、はい、ちょっとこれこの後乗ってみたいと思います。であとこの辺にもパディホップカーク、はい、カークって読めないですけどです、ね、はい、1964 37番書いてあります。これステッカーですか、はい、あ、ステッカーですね。ここは残してあるんですね、はい、こんなのになってたりとか。あと後ろに行くと、まあ、後期なんでこのユニオンジャックのテール
出た時ザワザワしましたよね、これ。そうですね、はい、ザワつきましたね、これをやるのかっていう、はいはい、メーカーが、はい、うん、しかももはやドイツのメーカーが、はい、こんな感じになってて、あとこのトリムもしっかり黒くなってて、うん、あともう全部黒ですね、うん、ガーニッシュもそうだし、はい、エンブレムもそうだし、でこのガーニッシュも前期後期で違うんですよね、うん、一応後期のつるんとしたタイプのガーニッシュでちょっと黒くなってて、でエンブレムもしっかり黒い、でこれカスタマイズベースとしてもすごくいいですね。そうですね、はい、ここから触るっていう、本当にそう思います。だとマフラーのそのここも黒なんですね、うん、これなかったっすよね。なかったですね、そうですね、はい、はい、この辺なんかもすごく、うん、あとちょっとプチカスタムのポイントとしてはアンテナが、はい、短いものに交換されてる、うん、で結構あのラジオの入りとか心配される方いらっしゃるんですけど結構大丈夫ですよね、うん、まあ、もちろんその電波の弱い地方局とかはちょっとあれかもしれないですけど、この辺だったら主要な FM 局とかだったら全然普通に聞けちゃいますよね、うん、正直純正のアンテナでもまあいいっていうか良くないですよ。あ、まあまあまあもちろん正直めちゃくちゃいいわけじゃないですよ、ね、うん、はい、ただそんなに劇的に感度変わるかっていうと相当ですね、そんなに感度が落ちるってことはないですよね、はい、まあ、比べればっていうところだと思うんですけど、うん、あとはその短くするのすごくいい利点があって、その日中とか、うん、わざわざ皆さんこう外すっていう方、うん、いらっしゃるじゃないですか。それがまあこれにするだけでだいぶこう、そうですね、入りやすくなるのかなと、はい、うん、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。で内装の前に鍵も限定なんですよね。そうですね、はい、これがちょっとあの見たことある人じゃないとこれ何が違うのか分からないですよね、はい、すごく凝ったんですけど、これ 3D プリンターじゃないですか、うん、なんか一時からなんかミニすごく 3D プリンターいろいろ使って内装のパネルを作ったりとかしますよね。でこれがこの周りのこれも限定だし、この裏蓋も37番って入ってるこう特殊なやつになっております。これいいっすね、うん、それが今回の中でも目玉に近いぐらいここ目玉なの、はい、私はおすすめっぽい。確かにちょっと特別感あります、はい、こんなのになっております、はい、そして当然のコンフォートアクセスもついてると、はい、そして内装意外にシンプルですね。そうですね、はい、僕あの限定車っていうぐらいなんで、なんかちょっと特殊なカラーになってたりとか、うん、なんか特殊な装備ついてるかと思いきや、意外にこう標準のスポーツシート、あの JCW とかのあのダイナミカのシートとか入ってるのかなと思ったら、うん、はい、スタンダードな。ただこれホールド性はすごくいいし、あのファブリックいい意味でこう馴染むというか、うんうん、なんかこうレザーレザーでもちろんすごくいいんですけど、なんかファブリックはファブリックの良さあるじゃないですか。もう夏場も冬場も、うん、一定のこう感じで包み込んでくれる感じ、レザーのあの冬場座った時にヒヤッてする感じもしないし、はい、まあ、その辺はかなりいいんじゃないかと。でホールドもすっごくいいですよね。いいですね、このシート本当にいいと思いますね、はい、ただ電動ではないんで、うん、じゃあそこかなっていう、電動は不要です、はい、車のキャラクター的にはすごくそうですね、はい、そしてステアリングがこの JCW のステアリングなんですよね、うん、赤ステッチの JCW ロゴの入って、そしてメーターの方がデジタルの、はい、メーターになっていると。でこれ標準がアナログなんですよね、うん、でこちらの限定車だとデジタルメーター、これがなんかあの単体だと本来10万円ぐらいする部品らしいんで、そうですね、はい、はい、まあ、かなりその辺でもお得じゃないかな、うん、であと内装助手席側の、パネルの方にコブカークさんのサインが入ってると、はいはい、これあの本人納車されて本人のサインが入ってどうなんですかね今ふと思っちゃいましたけど、こっぱずかしい感じなんですかね、はい、まあ、なんかあの名誉なことですなんてコメントがありましたよね、はい、はい、でもそのぐらいこう知ってる人にはもう伝説のラリードライバーですからね、うん、多分もう日本よりもその英国だったり海外ヨーロッパの人たちの方にこう響くことなんだろうね。確かに確かに確かに、日本だと多分そんなに誰っていう人の方がほとんどだと思う。いや、もしかしたら僕と月村さんが知らなすぎるって言ってもなくないですけど、はい、緑のくせにみたいな、そうですね、はい、こんな感じの内装になっております。はい、じゃあ続いて乗ってみたいと思います。一応このスカーフプレートのところもサイン入りということでいいですね。はい、それ光るの、これどうなんでしょう。光りそうです。はい、はい、ちょっとこれ多分インサートに入ってると思います。そうですね、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。もうこの乗りやすさですよ、うん、安定のそして、クーパー S ですから普通のワンクーパーよりかもホールド性の高いスポーツシートになっております。で調整は全部手動です。ハイトアジャストもリクライニングも、そしていいのがこの膝の下がしっかり伸ばせる、うん、これいいですよね、うん、かなり。
でまたポジションもかなり低くできるんで、ちょっとこう何ていうんですか、結構コンパクト感あって、うん、本当になんか家の椅子に座ってるみたいな無茶なポジションの車もあるじゃないですか。でそれがちゃんとしっかりお尻が沈み込んで、割とこうレーシングポジションじゃないけど、そうね、こう足を前に出すようなポジション取れますよね、はい、ミニは、はい、なんでかなりこの辺は僕は好感触です、うん、そして先ほど触れたステアリングは JCW の、はい、タイプになっております。でマルチファンクションもしっかりついてて、ACC ストップゴーができないんですよね、うん、ですけれども ACC が、中期以降なんでついてると。でパドルもしっかりで、中期だと、7速 DCT に普通のトルコンオートマンからミッションがガラッと変わって、クーパー S だと DCT になってます。 JCW だと普通のトルコンオートマンなんですよ、ね、オートマンだね、はい、そうですね、はい、ちょっとこんな感じになっております。そしてメーターがデジタルのインフォメーション、これもだからうまいことやりましたよね、うん、丸いデジタルっていう、まあ、表示関係に関してはそんなに大きく変わってないんで、まあ、視認性がすごく良くなったのと、ちょっとハイテクな感じが融合したのとっていう感じですかね。そして後付けも可能なのかな、コーディングが必要です、うん、なんでかなりちょっとハードルが高くなっちゃいますけど、費用はかかるけども、まあ、不可能ではない、できなくはないみたいです、はいはい、中にはやってる方もいらっしゃるみたいです、うん、であとはこちら、はい、ナビ関係が、一応メディアがテレビとかはないんですよね。そうですね、はい、で地図なんかは割と、まあ、BMW の仕組みそのまま踏襲してる感じなんで、まあ、ちょっとそのコマンドもかなり近いですし、表示関係も割と、はい、そして中期以降はタッチになってるんで、その辺も使いやすいかなと。であとはまあ必要なものあれば、インターフェース使って足すこともできるんで、費用はかかりますけれども、ミラーリングだったりとかそういったものを追加してもらうと使い勝手も良くなる。あとミニも一時期その半導体不足でナビがないなんていうのもあるんですよね。なんで、まあ、中古車選ばれるときはその辺なんかもしっかり見ていただいた方がいいんじゃないかなと。そしてエアコン関係は一応デュアルゾーンのエアコン、そして全部この辺にスイッチがちょっとトグルの特殊な感じですけど、あとスポーツボタンも中期以降こっちに移動してここじゃなくなってるんですよね、はい、あとシガーソケットと USB で、ここが先ほど触れた、はい、ナビのコントローラー部分と、あとは、はい、やってまいりました、はい、ハンドブレーキ、うん、はい、最近ないですね、うん、もう本当にないよね、レバー式で。ミニもクラブマンとクロスオーバーに関してはもう電動になっちゃいましたからね、うんうん、あれ3ドアもしかしたら現行電動じゃなかったでしょうか、新しいの、あ、分かんない、知らない気がしたな、ごめんなさい、ちょっと確認しないと分かんないです、はい、やっぱりここもかなり好印象じゃないかと、はい、でもこうブレーキのアシストっていう安全装備をこうつけていくにはやっぱり電磁式にしていかないと、ね、はい、っていうところなんだよね。ただ僕的には引きたいです。いや、もう本当にそう思います。本当にそう思います。この車だったら引きたいです。はいはい、引きたいです。何だったら走行中に引きたいです。はいはい、怒られます。そしてアームレストが、これも好み分かれません。うん、僕ない派の方がいいですよね。だこの辺も部品交換すればなしにこうできますんで、はい。そしてこの中はちょっと小物入れになっていると。そしてあとはペダル関係。あ、これあれなんですね。ステンのカバーつかないんですね。そこね、ケチっすね、それな。ここはちょっとステン欲しかったですね、はい、ちょっと物申したい、はい、つけましょう、はい、いや、もちろん分かりますよ、なんかクラシックな雰囲気でもしかしたらあえてついてないかもしれないですけど、うん、これはちょっとないんじゃないかな。そうですね、これはじゃあクーパー S っていう名乗った時点で、そうですよね、うん、ステンのペダルは欲しいですね。分かります。もしかしたらクラシックだからっていうことであえてこれなのかもしれないですけど、チリパッケージが JCW パッケージつけると確かで、中期以降本当は標準装備ですよね、うん、それがあえてこれになってると。で僕ちょっとこれ分かれるところだと思うんですけど、このプラスチックとゴムペダルはちょっとどうなのかなって私は思ってしまいました、はいはい、まあ、これは早急にご購入時にモンドグループにご注文いただければ。そうですね、はい、はい、ここはもう早速変えていきましょう、はいはい、であとはウェイクと普通のベージュのファブリックの、はい、アンサラサイトじゃないですね、標準のクーパー S なんで、はい、こんな感じになっております。で一応ライトパッケージとその他もろもろついてるんで、まあ、アンビエントだったりだとか、あと ライトパッケージつけると足元の照明なんかも追加になるんですよね、はい、確か、はい、この辺なんかもついてきております。あとここかで、助手席のこの隠しの、うん、はい、収納は今回の車の場合ついておりません。
内装はこんな感じになっております。じゃあ続いて後ろの席も月村さんチェックしてみたいと思います。ここが今ツッチーのドライビングポーチということですね、はい、で肩越し後ろのレバーを引くとリクライニング&スライドが同時に動くんですよね、はい、で戻すときもうコツが実はあってちゃんとスライドさせてから戻せばそのポジションに戻ります、はい、結論から先に言うとですねやっぱり2人乗りの乗り物です。そうですね、シートバックが結構掘れてるんでなんとか足を収まってるっていう状態ですね。なので横から見ると多分膝がシートにこうめり込んでるような感じですね。横はそんな狭くないんだけどやっぱりこう縦方向が狭いですね。頭は拳1個入るんでなので後ろに人乗せるときはちょっと前こうきつめなポジションでやらないと後ろきついですね。でこれスライド下げちゃうとあの前の席が後ろの席の座面にくっついちゃうんですよね、うん、こっちはもうくっついてますからね。乗ってるときはちょっとスライドの調整が必要なのと、うん、やっぱり後ろのちょっとスペース的にはかなり厳しいのかなっていう、まあ、ちょっと後ろを乗せる人は素直に5ドア買っていただいた方がいいのかなっていう気がします、うん、じゃあ続いてトランクも見てみたいと思います、はい、これが手動テールゲート、ね、はいはい、そして、今回の車ストレージコンパーメントパッケージ入ってるんで、うん、これが2段になってるんですよね。そうですね、はい、これ絶対入れるべきパッケージなんですね、はい、以前も言いましたけど自分のミニにはこれ付け忘れて後から付けようと思ったらそんな値段もするの結構いろいろ交換になるんですね、はい、これで一応フラットにもなるし、はい、ですよね。そうですね、はい、これがまあ、きっちりフラットじゃないですか、これを上の段にですよ、ね、はい、乗せれば、失礼しました、うん、これがさらに、はい、ですね、はい、そうですね、完全にフラットになると、はいはいはい、もう一回ちょっと出してみましょうか、はい、こんな感じで、だこのなりで、実はタイヤのホイール4本詰めたりとか。うん、そうなんですよね、はい、あとシート交換した方なんかだとシート2脚積んで変えられる方なんかもいらっしゃるので、うん、結構いろいろ詰めちゃうと、だそのためにこれはちょっとかなり重要なのかなっていう気がします。で下もこれ上げておくと結構収納力ありますから、うん、はい、そしてこの下には一応パンク修理キットが、はい、こんな感じで入っております。今あれですもんね、ランフラットですもん、うん、じゃないんですよね、うん、はい、なんでまあご自身でちょっと空気入れていただく必要があるんですけど、まあ、乗り心地はその分すごく良くなってるとか、昔ひどかったですもんね、うん、ランフラット、はい、そうですね、R 系の、はい、このやつ、うん、はい、ひどかった、もううるさいし重たいし、はい、だそこからすごく進化してる。あとこのシガーソケットがここにこれついてる車ついてない車あるんですよね、うん、多分ライトパッケージかもしくはコンパーメントパッケージどっちかに多分ついてくるんだと思うんですけど、あのここあるとだいぶいいなって、例えば、まあ、あとそのパンク修理キットもトランクで使えたりとかしますし、そうですね、はい、はい、あとその他もろもろ、いろいろちょっとつないだりなんかもできますので、はい、こんな感じのトランクになっております。じゃあ続いてエンジンルームも見てみたいと思います、はい、エンジンも一応後期の方で、ちょっと新しくなってるんですよね、うん、タービン周りがかなり一新されてて、馬力の方が、一応2リッター直用の192馬力ということで、まあ、その上の JCW もなんかもありますけども、うん、この軽い車体ですから十分以上のパンチのある走りができる、はい、うん、で今回の車はさらにこのレースチップのサブコンがついてるんで、まあ、モアパワーしてるのかなと、はい、この辺買うと結構しますからね。そうですね、はい、はい、まあ、非常にお得なんじゃないかなと思います、うん、あともう一点ちょっと僕いいですか、あのこの車の一番いいところで言ったらこのエンジンだと思うんですよ、うん、R 系までって BMW で作ってても、うん、ちょっと BMW と違う、そうですね、はい、別系統のエンジンだったりです、うん、でこれから一応1シリーズとか2シリーズに対応されてるこの直四、まあ、いわば同じ系列のエンジンだったんですよね。だ信頼性がググッとアップしてる、うん、だもう本当に R56 の後期ぐらいからですけどトラブルあんまり効かなくなってません、うん、もうそれこそあの僕乗ってた R53 とかもうトラブルのオンパレードだったんですけど、そうですね、はい、まあ、別にその肝心なとこ壊れないですよ、うん、補給類がなんか調子悪くなったりとか、うん、はい、音が出たりとかって結構あったんですけど、うん、F 型から全然そういうのあんまり効かなくなりましたよね、うん、
なので本当にもう、まあ、ほったらかしっていうのも大げさですけど、まあ、本当にただ乗ってれば大丈夫みたいな、本当にその辺の信頼性もあるし、うん、なんでも非常におすすめな一台になっております。続いて前頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい、ちょっとあの正直に行きましょうね全部。そうですね、はい、早速あの僕ちょっと思ったんですけど、あのデジタルのメーターまじまじ見るのって、うんうん、何回かちょっと車両紹介で見てると思うんですけど、なんか今日改めて見たら解像度ちょっと低いんですね、うん、これって表面の問題なの、それとも解像度自体の問題なの、ちょっとなんかぼやっとしてる、なんかこう映り込まないように反射防止みたいな感じのちょっとマットな表面になってるじゃない、うんうん、 それのせいなのもあるのかしら。特にこの両サイドは全然こうパキッとした表示なの、うん、これ真ん中ちょっとぼやっとしてるなって、うん、全然見づらくはないです、うん、そしてさっきちょっとナンバープレートあるあるちょっと話しましたけど、うん、あの受けのネジナット、うん、落っこちるっていう多分あの今もし車さん関係の人が見てくださってたら、うん、分かるわって多分言ってくれると思うんですけど、でまたベースごと外して、はい、受け拾って接着し直して、はい、付け直すみたいな、あれもう完全にあの設計の時の寸法ミスの気がするんですけど、うん、あとリアナンバー のネジの長さ問題、そうね、はい、超短いのじゃないとそうなんですよ、ね、ボディ当たっちゃうっていう、であのナンバーベースが反りくり返っちゃ う、はい、気をつけないといけないですね、はい、そうですね、いやしっとりしてますね、うん、割とそのストロークすごくある感じじゃないですけど、うん、で今あのまさかの大人3人乗車ですけども全然適度な、はい、感じで乗れちゃいます。なんだろうな、このサイズ感ですかね、うん、何回乗ってもこうただ走ってるだけで探検してる感があるんですよね。そしてこのしっとり重いステアリングと、はい、うわーいいな、いや車高端になってるんでそんなにストロークないですけど、うん、割とこう段差の突き上げは、うん、はい、きつくないです、全然乗れちゃいますね。そして音がなんかあのスポーツモードでパンパン言わないんですね、うん、そうね、なんかパンパン言うイメージだったんですけど、そういうチューニングになっちゃったのかしら。そうですかね、うん、ただ僕の記憶の中では前期後期でだいぶエンジンの音は違う、うん、はい、そんな記憶があります。グリーンで行くんですか。今グリーン、はい、メーターの表示も変わってここも、はい、でこの周りのこの光もいろんなものに連動させられるんですよね。そうですね、はい、例えばこうエアコンをいじったり、はい、できちゃうと。おスポーツ、あだいぶアクセルの付きがいいです、うん、もう全然いいです、うん、いや踏むと音いいな。だったら DCT ですけどあんまり DCT 感してる感じないですよね、うんうん、そうね、出足のあのギクシャク感もないし、はい、その辺はすごく相性いいかなっていう気がします、うん、はい、これいいなやっぱり車としてはすごくいいです、いいです、うん、相当優秀ですよ、いいね、僕の好みとしてはやっぱり先代、うん、もっと言ったら先々代、うん、
ちょっとあのガタビシ感の方が、そうね、個人的には刺さります。まあミニが進化していくとこうなるってことですよ。そうですね、はい、すごくいい車になってるんですけど、うん、ミニのなんかちょっとその癖はどんどんこう弱くなっていってるかなっていう気しますよね、うんうん、良くも悪くもっていうところですね、うんうん、はい。だって初めはだって FF なんて全く作ってなかった BMW がいきなり FF 作り始めて、うん、はい、それがもう早3代目ですよ、うん、はい、それは車急激に良くなりますよ。こう車のことを知らなかったり、あんまり知らなかったり、運転がどうこうっていうような、こう本当に言う人も可愛いっていうだけで乗って何の不満も感じない車ですね、うん、そうですね、はい。前の R50 とかは女性なんかが、あ、可愛いなんて言って買ってステアリング重っつってそこっすね、ブレーキ困難だし、ブレーキ困難だし、わかりますわかります、はい、何なのこの車っていうようなことはもうこの車に関しては一切ないですね、はい、50は本当にいい意味でも悪い意味でも超個性的でしたねそうですね、はい、ボディの剛性めちゃめちゃ上がってるんですよね、うん、型になって。だって50系なんてあれですよ、足回り硬いのにするとアッパーの付け根が突き抜けちゃうんですよ、うん、はひび割れてきたりとか、そう補強するパーツとかもありますけど、うん、そうね、 F 型からなんかそのボディ剛性足んないなって感じしないですもんね、うん、ちょっとグイッていいですか。どうぞ。このトルクステア、うん、おっっていうこの早、ね、えな。これだって基本的に同じエンジンの設計のまんまジョン・クーパーだって300馬力までいけるわけじゃないですか、うん、ポテンシャルとしてはとんでもないですよね、うん、もう車重1400キロそこそこの、うん、だって全長だって5メーター全然ないじゃないですか。ないですね。4700いくつですよね。幅だって1700ぐらいしかない、このちっちゃいのがその速度で飛んでくっていう、いいっすね。そりゃモアパワーにも限界はあるよね。そうですね。だまあまあ街乗りだったらもうほぼもう全然十分だし、十分です、はい、マフラーはもうちょい、そうですね、ちょっと変えて音欲しいですね。パーンって音が、うん、はクーパー S とはいえ、そうですね、うん、ここはちょっとカスタムポイントですね。できることならちょっとあの53のスポーツキャタープラスサクラムエキゾーストみたいな、うん、あのちょっと車より若干音の方が速いんじゃないかっていうあのぐらいの気持ちよさを出したいですけど ね、 ね、いいな。ただちょっとあのマイナスなことも言っていいですか、はい、もうレビューなんで、うん、まあ、この車しかりちょっとあの限定車に対する気合が足りない、うんうん、メーカーの、はい、はい、もっと本当に限定車、メーカーがやった限定車、さすがメーカーだよねっていう限定車が僕は見たいです、うん、そうですね、内装外装、はい、はい、ちょっとお手軽感が否めない、うん、まあ、ステッカーチューンじゃないけど、うん、ステッカーちょこちょこっと貼ってとか、鍵をその、まあ、全然ちょこちょこっとじゃないんだけど、うん、3D プリンターでちょっとオリジナルにデザインしてとか、コイルもなんかオプションであるやつじゃなくて、うん、なんかせめてもう特殊なカラーとか、ね、特殊なデザインとか、うん、もうほんとこれ専用っていう、そう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 、ほんとにもうミニで動画撮るたびに毎回やってるんですけどグッドウッドとか、うん、クリスタルとか、そう、ね、ハンプトンとか、ハンプトンとかね、ボンドストリートとか、はい、もうダッシュボードレザーですよ、ね、っていうね、はい、そう、え、なんすかこのシートの生地柄、うん、みたいな、そういうのが見たいです、うん、ただなかなか難しいんですかね今、うん、ですかね、やってほしいよね。でもそうですね、うん、どんどんなんか車のなんかそのパーツの共有化とかコストダウンとか進んでるじゃないですか、うん、なかなかやっぱり1台になんかちょっと、まあ、もしくは数十台数百台にコストかけて出てっていうのはちょっと難しいのかなっていう気がしますけど、うん、でもこう高級車って今売れてるじゃない。はい、でそういう人たち向けのこのセカンドカーとか娘さん用とかっていうところのミニの需要って少なからずあるじゃない。だからそういう人向けのこう特別アッパーのミニ、いいっすね、仕様、本当グッドウッドなんかもそうだったと思うんだけど、そういうのも改めてまたこうね F になった時のこうアッパーミニっていうのをちょっと出してほしいな。
グッドウッドもものすごい金額でしたけど、結構有名人の方とか、うん、はい、乗れたりしますからね、うん、たまに中古車市場で出てきてバグってる金額になってますからね。そうね、前も言ったかもしれないですけど、マットをパーツで在庫しようぜって、うん、ガレージで成田と話してて、見積もったらいくらだか20万だか30万でやめようっつって、はい、だってマットの毛端もこんなんですよね、うん、そうね、本当にふっかふかだもんね。なんか小物ピアスとか落としたら見つけられないそうなふっかふかのマットに、だからドア開けたらこう折りたたみ傘が入るとか、ボディサイズ的にあの長い傘は入らないけど、このミニは折りたたみ傘が入りますとか、そういうちょっとシャレ気化して、だって塗装もあれロールスと同じ塗装で、うん、あの鏡面のやつだったじゃないですか。で雰囲気が全然そうね、こう屋根もスターライトですとか、そうですね、なんかそういうですね。でこれももうちょっととんがったことやってもよかった気がするんですよね、うんうん、本当にね、もう伝説のドライバーを冠にしてるわけですからね、はいはい、これですか、これステッカーではない、ステッカーですね、ステッカーなんすね、 うわー今引いた、ちょっと引いたねそこはせめて印刷じゃないですか、うん、いやステッカーの上にせめてクリアを吹いてほしいね。そうですね、そうですね、うん、まあまあまあちょっとそういう時代ということで、以前 R50 乗ってる時にミニのイベント行って、はい、その時にジョン・クーパーの、まあ、今息子さんかな、はい、マイク・クーパーが来て、はい、来てて、はい、で僕たちの車をこう見て回って、みんなカスタムしてる連中だったんで、はい、いやいいね君たちのミニなんて話になって、でもうみんなボンネットに、はい、のボンネットストライプに直筆でジョン・クーパーのサインもらったりして、すげえ、うわこれ剥がせないもん一生なんつってやったけどね、すごい、もうあの時は懐かしかったですね、もう直筆サインなんてなかなかないよ、それすごいっすねもしかしたら中古車市場でそんなのあるかもしれないですよまだそうね、セールスポイントなんつって直筆サイン入りなんつって、でまあまあ車の魅力は、まあ、そこは変わらないですからね、うんうん、まあちょっとただまあ、はい、そのなんとかエディション、まあこういう、はい、ね、限定車とかっていうに限いうことを突発して言えば、はい、この車はまあもうちょっといじりたい人にとってのベースとしては、そうですね、はい、こう細かいとこやってこうっていうところの部分はもうできてるの で、 そうです、ね、あとは大きくホイール変えたり、うん、マフラーいじったりとかっていうところをどんどんと決めればだいぶこれは、ね、ね、決まっちゃう車なんで、だからちょっとあの限定車にすごく魅力を感じてる人とか、あのちょっとそのこのリバイバルされたこれにすごく魅力を感じてる人にはもったいねとか、うん、はあ、何やってんのっていうのも多分意見としてあると思うんですよ、はい、だそれをちょっと取っ払って、うん、ベースチャイルとしてすごく良くない、うんうん、で見ていただければ多分かなり刺さるんじゃないかなって僕思うんですよね、うん、うちも何台かミニ仕入れてこう販売させてもらったりとかするときに、はい、こういうとこやっぱりトリムをこうブラックアウトするっていうのはもうド定番にオーダーもらう内容なんだけども、はいはい、結構やっぱりあれとこれとってやっていくと意外にいい金額いっちゃうんですよね、そうですね、近道になりますよね、いや元ミニ乗りと現ミニ乗りがちょっとドライブするとあっという間ですね、そうですね、ありがとうございます、はい、というわけで今回は BMW ミニパディホップカークエディションをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。